東通寺とは、江戸時代の長崎や薩摩藩、琉球王国などに置かれていた中国語の通訳のこと。長崎においては、慶長9年に在留、秋人の表録官を東通寺に任じたのが、発令とされ、以後日本語のできる在留中国人とその子孫が、数子総伝を原則として任じられた。東通寺は、一般的には、通訳業務を行う者を指すが、 講義では他国を担当する通事や、キリシタント締り、当人の身辺処理などを行う、日本人、中国人の担当官を広く含む場合があった。初期の定員は不明だが、漢文12年当時は大通事4人、小通事5人が定員で、定員外として、稽古通事として、見習いが数名置かれた。その後、特に開ごによって、交付業務などが追加され、 貿易品の価値鑑定など、貿易統制への関与など、職務の拡大とともに定数が増やされ、文政7年には82名に達した。また、現地の当人社会においては、指導的役割を果たし、闘争将兵や当人の監視、統制などの役割を果たし、さらに直接貿易に携わる者も,も存在した。法歴元年には、当通事会所が設置された。 明治新政府において、外交や中国語教育の分野で活躍した南霊。これや低久しや氏は、幕末期の長崎東通寺の出身である。東通寺及びその子孫は、日本の名字を名乗る場合が多い。代表的なのは、関西の訓読みや本願に由来するものである。例としては、長崎周辺の林、永遠線、北条、河川、巨禄、東海、清川、 深みが挙げられ、うち名門とされるのは、永戦や、林家と北条家の三屋である。琉球においては、中国王朝との作法関係が存在したために、中国系の人々の集落である、久米の村出身者を通じとし、さらに、中国の国古館に留学させた。彼らは、復讐の琉球館に配属されたり、新興寺に随住する、通などに任じられたほか、後には、 通事出身者が、信講師に認じられる例もあった。当通事について、www1.cncm.ne.jp2019 年2月18日閲覧。長崎歴史文化博物館年間スケジュール、講座、講演会、www.nmhc.jp2019 年2月18日閲覧。 当通時の中国語について、京都外国語大学機関リポジトリ、2019年2月19日閲覧、旅する長崎学、旅する長崎学、2019年2月18日閲覧、ありがとうございます。